基本の木、野菜の切り方編、六方向き。里芋など球形の材料を側面が6面になるように皮を剥きながら切る方法です。見た目にも美しく煮崩れがしにくいので、おもてなし料理や煮込み料理などに用います。里芋、ヘタと根の部分を切り落とした里芋を、ヘタの方から根に向かって側面の皮を剥きながら切っていきます。側面が6面になるように1面剥いたら対面の皮を剥いていくと、6面のバランスがよく切れます。カブ、茎を2から3センチ残して切り落とし、茎の付け根をよく洗ったカブを、根から葉元に向かって縦に六角になるように皮を剥きます。六方剥きにして作るレシピは、切り方を一つマスターするとお料理のレパートリーも広がります。ぜひお試しください。